ーヒーでも入れるか。飲むだろ。私何にも覚えてないんですけど。昨日結構飲んだからな。うわ楽しかったな。ちーちゃんが飲むとあんな陽気になるなんて知らなかったよ。え、乾杯。おいしい。ちーちゃんが喜ぶと思って取り寄せたんだ。もう一杯と。じゃあもう一杯だけ。そうだった。それからぐいぐい開けちゃってさ。なんだ藤代瀬名よ。おい藤沢純、もっとつまみ持ってこい。ちーちゃんって酔うとキャラ変わんのな。穴があったら入りたい。でもそこからなんでベッドに。言っとくけど俺が無理やり連れてったとかじゃないからな。おい水飲むか。そうちゃん。ちーちゃん。私としたことがやらかした。一緒にベッドで寝てたってことは。もちろんいただかせていただきました。いやーなかなか良かったよ。ちーちゃん意外と色っぽくて積極的でさ。わかりました。あなたの前で油断した私が悪かったんです。昨日のことは忘れてください。私も忘れます。忘れるってそもそも覚えてないのに。お世話になりました。ちょっと待ってよ。そう簡単にいかないんじゃない。え、マネージャーが担当タレントに手をつけるってどういうことか分かってる？は？業界的に相当ヤバいよ。社長が知ったらどうするかな。ああ見えて結構怖いから。そう。まあ、責任取って賠償金ぐらいで済むと思うけど。賠償金？え、引っ越すお金もないのに。だって東山さんにとって俺は大事な商品。それに手をつけた憎き相手となればどうするか分かんないな。私大変なことした。どうしよう。大丈夫だよ、俺が言わなきゃいいんだから。二人だけの秘密ってことで。本当ですか。だけどそれには条件がある。え、条件？ちーちゃんがこのままここに住んで俺のマネージャーを続けること。